どうも富山大学の宮城真です富山銀行プレゼンツ夢作文大募集19宮城先生の夢作文の書き方教室4を始めますみんなに聞いてほしいという気持ちを書きましょうみんなに聞いてほしいってどのようなものでしょうかいつも考えていることやみんなに一緒に考えてほしいこと悔しかったり嬉しかったり心が強く動いた時のことなどが みんなに聞いてほしい気持ちになるのではないでしょうかここで優秀賞の夢作文二編を紹介しましょうまずは村上美咲さんのみんなが大人になれますようにです村上さんは病気の妹のことを書いています村上さんがどれだけ妹のことを大切にしているかというのが伝わってくる作文です村上さんの夢は病気の子供を治せるお医者さんになることです病気の妹と一緒に行って 楽しかったり悲しかったり、いろんな気持ちになります。将来妹がお姉ちゃんの妹で良かったなと思えてもらったら、私はとても幸せですと考えています。村上さんのとても優しい気持ちが書かれています。次に村下春人さんのいつか父との勝負に勝ってみせるぞ、です。父と自分の真剣勝負について書いています。今はまだお父さんに勝てませんが、 きっといつかお父さんより強くなってやるという気持ちがとてもうまく描かれています少年野球の最後の日グランドでお子対決をしました父が投げる球が打てなくて悔しくて涙が出た僕に勝たせてくれなかった父に腹が立った父が手を抜かずに投げてくれたことに気がついたそして僕に新しい夢ができたもう一度父と真剣勝負をして今度は父に春とト参ったと言わせたい気持ちの変化が とても細かく書かれていて私たちもそうだそうだと思ってしまうような作文ですね最後に今回の作文教室のポイントを確認しておきましょう第4回みんなに聞いてほしいという気持ちのポイントはここがポイントどんな気持ちでもそのままはっきり書こうどうしてそんな気持ちになったかも説明しようですさあ作文を書いてみましょう 毎週5時間耐久ラジオで今年度の応募作品を放送します。どれも聞いていて楽しい気持ちになれる素晴らしい作品ですので、ぜひお聞きください。以上、富山大学の宮城真でした。応募してね